RMC チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。日本リスクマネージャー&コンサルタント協会理事長の荒木陽次です。いつも当チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。この度、この5月から、私が MC で新しい番組を始めることにしました。題して、あの〇〇の舞台裏を聞くです。ご存知のように、世の中はリスクに満ち溢れています。人生において、リスクのマイナス面が顕在化する場面に出くわすことが何度かあります。そんな危機に直面した際、どんな体験をしたのか、どんな思いで、その危機を乗り越えて今があるのか、どんな教訓を得たのか、経営者など責任ある立場にある人たちの舞台裏に私が迫る番組です。月2回程度の不定期ですが配信していく予定にしております。どうぞこれからよろしくお願い申し上げます。RMCA チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。RMCA 理事長の荒木陽次です。いつもご視聴いただきありがとうございます。私が MC を務める新番組、あの〇〇の舞台裏を聞く。今回は第2回です。今回も前回同様に私のクラウドファンディングとの連動企画として、あの著者の舞台裏を聞くとして進めてまいります。クラファンの、追加リターンで私とゲストの方の書籍をセットにして提供していきます。その内容も、5月8日から、クラウドファンディングのページにアップされてますのでよろしくお願いします。一応私との対談形式なんですが、どちらかというと私がインタビューする形で、ゲストの方にお話を伺ってまいります。で、第2回は、社会保険労務士の山田真由子さんをゲストとしてお迎えしております。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、今日はですね、まず最初に、山田さんの簡単な自己紹介をしていただいた後にですね、その後に、一番最近の出版された著書の紹介をしていただいて、それで最後に、まあ、舞台裏を弾くということで、まあ、なぜ今この仕事をしているのかとか、今までどんなね、困難を、危機を乗り越えてきたのかとか、あるいは今の仕事に対してどんな思いとかこだわりを持って取り組んでいるのか、また、何を成し遂げたいと思っているのかと。あとは、最後、著書を出版するまでの、まあ、面白いエピソードがありますね。その辺をお伺いできればな、と思っております。まあ、面白くなってもいいんですけどね。はい。では、まず、簡単な、山さん自身の自己紹介からよろしくお願いします。はい。今、滋賀県っていうとこの草津市に在はい。住しております。もうチャンネル見ていただいている方だと、ひょっとしたらなんですけれども、はい。はい。はい。関東の方多いかなと思うんですが、滋賀県の草津っていうところには実は温泉はありません。あ、じゃあそうですよね。宿場町になっておりまし て、は滋い。賀県というところの草津市の宿場町のところに住んでおります。はい。で、今なんですけれども、採用とか、うん。定着とか、育う成とか、まあ、企業さんのお困りごとに、まあ、従事させていただいている専門家として活動をしております。で、私としては誰もが輝く職場づくりっていうのを提供したいなっていうのがあって、その上で日本の企業さんが今ちょっとですね、まあ元気がないって言われてるので、は元い。気が出るように支援ができればいいなというふうに思って毎日仕事をしております。で、私の中では、まあ、え3本、お仕事をしておりまして、1つえ。ええ。は相談業務。で、2はつい。目が研修事業。は3い。つ目が、本ということで、あ、執出筆。筆活動というこはい。とで、今日はお話しいただいているのは、このすぐに使える初めて上司の対応ツールっていうことにはい。ついて、まあ、クラファンでも取り扱っていただいているので、はちょっい。とお話、舞台裏のお話もさせていただければなと思っております。よろしくお願は、いしはい。ます。ありがとうございます。相談、研修、執筆。この三つの分野なんですね。だから執筆もね、重要な
位置づけそうなんて、です。はい。取り組んでお3らつれるのとエンな。ジンで頑張ってまあ、す。そうですはよい。ね。はい。ただ、あれですよ、いろんなその雑誌なんかにも、専門誌なんかにも、連載とかも持っておられますもんね、今ね。あ、そうなんです。今は月刊人事マネジメント、人事の方向けの連載を持たせていただいていて、ああ、で、いいちょっですと終わね。りかけてたので、もう一回再度企画を出して、次回からはまた、新連載も始まる予定になってまああ、す。いいですはね、いいい。ですね。ではですね、次に、著書の紹介ということで、先ほどちらっとおっしゃっていただきましたが、どんな内容なのか、改めて、ご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほど申し上げたように、相談業務とか研修業務をやってるときに、会社さん、企業さんに行くんですね。そうすると、リーダーになりたくないって人が非常に多くて、ほほほほほ。で、リーダーになったとしても、まあまあ、こんなことを、できるだろうかって思われる方が非常に大きくて、今回は、その初めて上司になった方の、まあ、そういう、ちょっとこう、お手伝いができるようになればいいな、というふうには思っていて、細かくちょっと書かせていただいている内容になっています。なるほど。これは初めて上司になった方用の、内容ってことですよね。と思って書いてたんですけれども、本を出版して、読書会とかでご意見いただいたり、読んだ方からの感想は、初めてじゃなくても全然使えるし、もう何十年やけど、ああ、これあるあるみたいなんで、思うことあるよって結構言われたりとかしています。ああ、いいですね。じゃあ、なか幅な広か、はく。い。なるほどね。なかなか、ねえ、上司になって誰かに何か教わるってケースが、そんな多いわけじゃないと思うんでね。確かにね、皆さんね、そういうことそうがなんであるすでしよょうね。ね。はい。そういうのがあります。はい。いいですね。ではですね、次で、なぜですね、今ですね、この仕事してるのかっていう、なんかこう、今まではい。こう、今の仕事にこう至る、経緯というか、そのあたりを教えていただけはますい。か。はい。ありがとうございます。ちょっと長くなりますけど、最初はですね、新卒で入ったのがアパレル会社だったんですね。で、そこで百貨店に、まあ、出向という形で販売員をしておりました。なるほど、なるほど。で、その時に、なんか、不思議だったんですけど、なかなか就活がうまくいかなくて、で、そこしか通らなかったっていうのが、まあ、現実なんですけれども、で、もともと人見知りが、まあ、今の私が言うのも変ですけれども、人見知りが激しくて、ほうほうほう。で、人前で喋ってるのが、もう、なんかこう、百貨店に入らせていただいて、ええ。3時間ぐらいで、ちょっと私これ向いてないなってちょっと思ったんですけどそうなんですか、も。そうなんですはい。か。そうなんです。それで、まあでも、まあ昔のお家なので、そんなに、父母も昔タイツなので、まあそんなすぐに辞めたりとかしたら絶対ダメだなと思っていて、なんか、ちょっと、大義名分も通るような感じで、でもなんかこう、縁の下の力持ちがいいと思い込んでいて、で、そのアパレル勤務してる間に、大原武器専門学校っていうとありまころすね。に行って、私は縁の下の力持ちになるような、まあ、事務員みたいなお仕事を多分向いてると思って、勝手に思い込んでいたので、そこのなんか相談の人にお話をして、で、私は、そう思うので、まあ、それに見合うような資格を勉強して頑張りたいっていうお話をさせてもらったんですね。で、行ったら、まあ、たまたま社労士の先生で、ひどくこれをやったら総務課に行けるとか、もうひどく言われてパンプレート見て、で、まだ20代前半で大学卒業して間もない頃なので、社労士って何かよくわからなかったけど、なんか総務課に行けるんだなと勝手に思い込んでしまって、で、お金入金したら、なんか結構、難しい試験なんだなってこと、その時初めて知って、で、なんか、で、最初、こう、受けた時に、まあ、なんか若いからそんなこと言いに行ったんだと思うんですけど、先生に、先生の言ってる日本語も素晴らしいし、日本語は理解できますと。ただ、なんか法律用語っぽいので、何言ってんのか、ちょっとわからないんですけど、このままやっても大丈夫ですかみたいな話を先生のところに真面目にしに行ったら、まあ、なんか、そういうもんだからって言われて それで、まあなんか2回落ちて3回目にまあ合格して、それっで、て、
3回って、どれぐらいの期間でそれ3回受けたんですか、それって。毎年受けてましたので、3年間受けずつっていう、3回目って、3回目で受けて。で、その時に、まあなんか辞めようと思ってて、2回目落ちた時は実際辞めようと思っていて、毎回なんかまあ、足切りで、落とされるから、ちょっと難しいなと思ったら、まあそんな人が、もうそのボーダーっていうのはもう何千人もいるんだよって言われて、また説得にかかられるんですよ、先生に。で、そしたら、なんか同じような感じで、ボーダーで、落ちてる人いっぱいいるから、その勉強会紹介してあげるって言われて、で、その勉強会で知り合った方が、私のこの次の仕事の上司になるわけなんですけれども、そうなんですか。はい。で、その方が建設業で、総務課の部長をされてて、そんなになんか給料良くないけど、そんなにやりたいんだったら、うち来たらいいやん、聞いてたよ、みたいな感じで、で、大丸百貨店の、なんか、グルメっていう多分サンドイッチ屋さんだと思うんですけど、そこがなんか喋ってたことが面接やったみたいで、で、あと専門に言っとくよ、みたいな感じで、なんか、よくわからず、総務課に行かせていただいたっていうのが、でも、あれですかね、アパレル会社、まあ、アパレル会社じゃなくてもいいんですけど、普通の会社に勤めながら、社会保険労務士受ける人って、そんなに多くない気もするんですけど、そうでもないんですかね。結構みんな、会社員でやりながら受けてる人も多かったんですかね。今は多いと思いますね。今はね、今は結構資格時代で、そうですよ当ね。時は、なんそうですかよね。周りは銀行マンの方とか、なんかこう最終、銀行マンの方ってそういうので試験通ると、そういう、なんか資格の奨励金出たりとか、手当が上がったりとか、あとはこう、そうですね、人事の方とか。そういう方を受けてたんですけど、私みたいななんかこうよくわからなくて、なんか事務職するんだっていうには、すごい重い資格だってこと知らずにやってたので、事務職になれるんだって勝手に思って、思い込んで、なんかやってた感じなので、まあ皆さんなんかこう、意識が高いというか、なんか、こんなとこ来ていいの？みたいな戸惑いは すごくありました。はい。面白いですね。で、それで建設の方に移って、はい。まあ、事務をやったはとい。ことですよね。そうです。で、それで、まあ、給与計算とか、手続き業務とか、やらせていただいて、で、結婚することになって、滋賀県に、大阪にいてたんですけれども、出身なので、まあ、滋賀県に行くことになったので、寿退社で辞めて、で、それそのから辞め、ずっと滋賀県ですか、じゃあ、それから。そうなんです。で、その後に、まあ、人事、なんかこう、滋賀県って全然知らないところだったので、まあ遠足で来るようなとこと思っていたぐらい知らなかったので、なので、まあ、取り急ぎは派遣で、で、近くのところでっていうので、メーカーさんで人事を募集されてるのがあったので、まあちょうど良かったわ、人事やってた子がいて、みたいな感じで、で、1年半ほどお世話になって、で、その後に、社労士事務所に行くことになって、それで、は勤務社労士っていう立場で。最初はですね、紹介予定派遣っていうのなんで、派遣で行って良ければ正社員になりますっていうので、で、私も6ヶ月ぐらいとか3ヶ月ぐらい経ったら正社員なのかなと思ったけど、人手不足だったみたいで、2年間ぐらいしたらもう正社員になってみたいな感じになって、で、勤務社労士っていう形になったんですよ。はい。はい。それから、海洋、その後に。あ、それから、そのまま私は、その自分のボスがいていて、で、その方に、まあ、将来的に、まあ、主任とかなってくれたらいいよね、みたいな。事務所って言ってもね、まだ2、3人しかいないので、まあ、主任とかなってて、僕どんどん大きくしていくからね、みたいに言われてたので、まあ、そういう縁の下の力の持ちでいいなと思っていて、あ、じゃあそうします、みたいな感じで思ってて、まあ、最終的に主任とかなって、まあ、なんか、こう、定年までやっていくのかなと思っていた、私は言いました。で、そう思ってたら、なんか、法律系のそういう法人だったので、その私の直属のボスと株主さんが喧嘩されてたみたいで、水面下で。それで突これ然なんが、か、あそうれでなんすでね。す。そのそうなんです。次にかかっそてうる。なんですよ。どんな危機企業なんですのよ。危機で。はい。それで、
ぶつかってどうなったんですか、今。ぶつかって、なんか、突然、あるお正月明けた時に、あ、みんなで喫茶店に行こうって、なんかこの喫茶店行こうって言われたことないけども、なんなんやろなと思って、で、社労士事務所の所員である、まあ4人と3、そうですね、私も含めて4人と、まあ社長、ボスで5人で、なんか喫茶店に連れて行かれたんです。で、なんか突然、まあ、なんか3月末で僕は退任することになったって言われて、役員をですね。それで、君たちどうする？みたいな言われて、で、なんかちょっとよくわからなかったので、もうなんかもう今までそういうのを知らなかった。まあ、水面下ではされてたんだと思うんですけど、知らされてなかったから、ちょっとなんか涙が出てきて、なんか意味わからない。何言われてんのか、青天の霹靂でこういうこと言うんだなと思っなて、なんるかほど、よなるくほど。わからないけど、どうなするるっほど。て何なんかなと思って、まあそういうので、あ、こうやって一日でこんななんか、普通に仕事してたけど、あ、こんなんなるんだなと思って、それからいろんなことが起こって、みたいな感じのことがありました。勤務者同士になって、どれぐらい経った時、その会社、3年ぐらいですかじね。ゃあ2、もう、3年。だいぶ、まあまあ、結構長く働いていて、あ、そうです、そうです、そうでなあ、そす。れで、そうなっちゃったんですね。なるほど。結構大変でしたね、それはね。そうなんですよ。なので、なんか、多分、そう水か。面下でいがみ合いが表面化したっていうことになって、で、ああでもない、こうでもないってなって、で、結局、まあ、私、まあ、どっちも、どっちの人、株主の方にも株主の言い分があるんだなと思って、で、自分のボスにもボスの言い分があるんだなと思って、まあ、お互いに迷惑かからない方法で、まあ、しばらくしたらやめんのかなってイメージを途中持ったわけです。で、それからじゃあ、もう独立して開業したってことですかね。独立した開業っていうよりか、1年間、その社長が、社労士事務所っていうのは、まあ、法律系のところの社労士事務所の部門の社労士部門だったんですけれども、社労士がいないと社労士事務所ってできないんですね。なので、社労士持ってるのが必然的に私しかいなくて、そんな開業するとか、そんな全然イメージなかったんですけど、その方が退任されると、私しかいないんですよ。なので、私なんか、突然なんか繰り上げ、なんか開業みたいになって、で、まあそこで、まじ1年間だけ引き継ぎして、新しい社務士さん来るまで引き継ぎしようかなっていうのは、もう、それは恩返しかなと思ってたので、そういうふうに思っていて、で、ちょうど11ヶ月ぐらい後に、まあそのか、新しい人がちょっとすぐにぐらい来たので、引き継ぎして1年間ぐらいやって、で、開業というよりも、なんかもう疲れ切って、まあなんか、どこにも所属したくないみたいな気持ちでやってるので、まあなんかポジティブというよりか、もうちょっとなんか、考える思考がなく、まあなんとなく、開業の手続きを、京都の事務所だったので、まあ、滋賀県の自分の住所地に変えたっていう感じなので、全然なんかそんな開業してなんかやるぞみたいな、そんじゃなかっなたっポて。ジティブな感じではないか、みんなすごいなと思って開業支援とかしてると、みんな、あ、ミッションだとかすごいなと思っていて、なんか私そんなんじゃなくて、もう気力なくって、もうなんかもう精魂尽き果てましたみたいな感じで、で、エネルギー、なんか全部取られた感じ。で、その、まあ、引き継ぎしてる時も、なんで自分ってこういう感じになってるのかなとか、組織ってどうなのかなと思った時に、ちょうどそういう時に、まあ、相談する人がいてて、で、その相談する方のご主人が、弁護士事務所で所長をされてるので、ちょっと、その、法律ってそもそも何なんかなっていうのを、ちょっとインターンシップっていう形で、なんかこう、なんか伺わせていただいて、じゃその時は弁護士事務所にインターンシップとしてこう入っていくみたいな。その時は3日間くらいなんで、会社は多分有給とかで休んで、で、行ったんですね。で、その時の、なんか映像が衝撃的で、弁護士さん、私たちって社労士なので、どちらかというと未然に防ぐっていうポジションなんですが、弁護士事務所って、その、
お互いに行ったり来たりとうん、か、まあうん。その争いがあるのを中断するっていうポジシうん、うん、ョン。はい。なので、その中断するポジションをいくつか見せてもらって、はい。例えば、まあ、今日からも、破産管財になられた弁護士先生がいらっしゃって、今日からえも、え、うん。ここの会社は倒産しますとか、会社構成法うでこうなってますとか、いうのをん。うん。見たことがなかったので、はい。見せてもらったことで、うん。あ、こうなんだと思って、自う分の立ち位置は未然にどうするかっていう立ち位置だなっていうことを、まざまざと、なんかいかに早めにそういうふうにトラブルがないように防ぐっていうことが、すごく重要なんだなっていうことを知らしめられるっていうか、そうならないように、今日見た合計とかで、私はなんか従業員の方って最初から怒られるのかなと思ったんですけど、私が、青天の霹靂で喫茶店呼ばれた時に止まってしまったように、いきなり知らされてなくて、会社が分離するとか、組織が分かれてしまうっていうと、止まるんですよ、人って。っていうのをまだまだ見て、ああ、私もそうだったなと思って、まあ、それ重なっ組織分、てね。あ、自分そうので経す、そうで験す、と重そうでなっす、そうでて。す。だから、こうならないように、いかに職場を改善できたりとか、そういうのを私が実行部隊でやるわけじゃないけど、それを実際どういうふうにサポートしていったらいいのかなっていうのをなる考ほえど。るようになるなっほどたっね。なているうほのがど。私の多分原体験のところで一番大きいのかなというふうにそうですね。なるほどね。では、すごく意味のある、ね、弁護士事務所のインターンシップだったんですよね。だって、それで、ね、自分の経験も、まあね、あったから、それとこう、照らし合わせて、で、ね、初めてこう、社労士の立ち位置というか、自分そうのです、そうです、ミッそうシでョンす、というそうか、です、そうで役す。割ミッシが、どョン。こで、はそこい。でこう、そもそもなんだろうっていうところで、こうね、行ってみたら、そこで自分のね、役割が分かった、原体験があったってことです、そうですもんそうね。ですね。重なり合ったっていうのはあるなというふうに振り返ってみるすごと、いですね。思ったなというのがあって、なので、まあなんか、いろいろ、社労士以外にも、キャリアの勉強したりとか、心理の勉強したりとかして、総合的に見るっていうのも、やっぱり、より法律だけでもないなとか、そういうのがだんだんこう、隣接で思ってきて、あ、これ足りないなとか、これやった方がいいのかなっていうので、多分試行錯誤した上で、資格は取りたいというよりは、どちらかというと、まあそういうので、結構学んだ上で、やった方が、より、最短距離、逆に最短距離になるかなと思って、なんかまとめ上げたっていうのが、まあ今回の本とかにもそれが現れてるのかなと、なる自ほど分ね。的になるはほどね。ちょっと思います。まあ、今はちょっとね、原体験を伺ったんですけど、まあ、その原体験がある、あったからこそだと思うんですけど、今こう、仕事に対してこう、どういう思いとかね、先ほどちらっとおっしゃっていただきましたけど、どういうこだわりを持ってこう、今のこう、仕事に臨んでるとか、取り組んでるのかっていう、その辺のことをちょっと、お話しいたそうだけまですか。ね。まあ、二つあるのかなと思っていて、まあ、お客様に寄り添って貢献するっていうことと、あと、自分の自己成長欲求っていうのが結構あるのかなと思って、この二つが重なり合うところで、モチベーション保ちつつ、まあ、いろんなことができているのかなというふうに、なる自己ほど成ね。長もするし、相手にも貢献する。そこのとこでちょうどこのお仕事で、さらにっていうので、自己なるほど成ね。長をさせてもらってるのかああ、な。なるほど。今、社会保険労務士以外に、はい。キャリアカウンセラーですか、なんか資格持ってあ、るんでキャすリよアね。コンサルタントあ、と、キャリアあカウンと、セラーだと、公認心理師という心理の資格とかも取ったのも、やっぱりこう、メンタル不調者の方が周りに多かったりとか、いかにどうしたらいいのかっていうのを、医師ではないので、そこ直すとかではないですけども、そこの知識を持ったことによって、プラスアルファで見られた、こう、見方っていうのも、すごく広がったので、すおごいですかね。げで、社は会保険労務士で、キャリアコンサルタントも取って、公認心理い。師も取って、それはやっぱり必要に迫られてとか、そういそううで中すでこう、ね。取ってたってことですよね。結構、マネージャーさんとかでも、相談とかを私たちが自分が受けた相談とか、マネージャーさんの相談とか経営者の相談って乗ること多いんですけども、結局、法律の相談も時にはあるんですけれども、結構大部分がキャリアだったり心理の側面って結構あるんですね。
なので、やっぱりそこは補充してた方が、いいかなというふうには、ちょっと思ってはいてて。でも強いですよね。そういう資格がね、ちゃんとね、三本柱みたいにあるわけですよね。一応、そこのところは自分で、そういう感じで思って、チャレンジしました。はい。じゃあ、そういう二つの軸があって、今取り組んでおられるというはこい、とで、そうです。あと、まあ、今の仕事を通じてね、こう成し遂げたいことってありますかね。今の自分がやってるこう仕事を通して、どんなことを成し遂げたいと思ってるのかっていうところもお話しいただはけい。ればなと。はい。なんか、今の日本の経済って、なんか、すごく、なんかこう、あまり、どちらかというと、そんなにね、ポジティブな感じではない状態だと思うんですけれども、まあ、私ができることってそんな大きなことはないんですが、まあ、経営者の方とかが元気になってもらって、業績上げてもらうっていうのが、やっぱりもともと欲しいなってるので、そこに行くには、やっぱりマネージャーの方が、やっぱりハブとなって、会社のハブになって、生み出していくっていうのがすごい重要だと私は思っていて、なので今回の本もリーダーになってるんだと思うんですけど、そこの影響力っていうのはものすごいなと思っていて、そこの層が元気になってくれれば、本当に日本の企業も元気になるし、日本自体の全体も元気になってくれるんじゃないかなというふうに感じています。わかりました。やっぱりね、その原体験がね、そこからは来るんい。でしょうね。やっぱり経営者に元気になってほしいとか、まあね、やっぱりその、ね、会社が突然なくなるとかっていうね、そういう経験がしてるからこそ、そこに思いが行くんでしょうね、でもね。はい。はい、そうかと思います。多分、おそらなるく。ほど。いいですね。今回、その、先ほど紹介いただいた、まあ、初めて上司の対応ツールというこの本なんですが、これは出版するまでなんかエピソードがあれば、なんかどんな形で出版に至ったのかも含めてちょっといろいろお話しいただけますか。ある塾に出版の企画を書くっていうようなものの、そういう塾に参加をしていそういうて、塾があるんですね。はい。で、それで、企画書の書き方みたいなのを習っていて、で、なんか、自分の仕事と、合間な感じで企画を考えて、で、企画ができたなと思ったら、30社、そういう、出版社とかに送ったりとかしていて、30社。はい、結先生から構でもすね。30くらい送らないと、そんな、いいかどうかもわからないって言われていたので、それを愚直にやって、30社っていうのは、それはなんか、その先生がその30社教えてくれるんですか？その自分で調べて、こ自分で調べて、本のとことか調べて、それで送るっていうのをしていて、それで、認めていただいたというか、一応ご連絡があったのが今の出版社さんで、それで、実際に、電話でお話をして、で、これでやるみたいな感じでおっしゃっていただいたので、じゃあやりたいですっていう話をさせていただいて、で、出版の編集会議とかに通ったんだと思うんですけれども、これ出版は、昨年でしたっけ？ 2020？ そうですね。9月になります。はい。どれぐらいの、その、しゅ、えっと、企画、編集会議通ってから出版までってどれぐらいの期間がかかったんですか？出版企画は、普通は出版会議とかあると思うんですけど、その方が、私が、企画を見てくださった方が編集長だったので、多分すぐとも通ったんですよ。なるほど、すごいですね。多分、たまたま編集長に送ってたみたいで、通ったんで、すぐ書いたんですけど、私が多分なんか遅かったりとか、こういうのどうとかって言ってくださったりもしてるので、書くので時間がかかってるだけで、多分出版会議自体はすぐに別に書き始めてくださいっていう話で電話かかってきて、みたいな。普通は多分そこで2ヶ月とかあると思うんですけれども、たまたま編集長だったっていうこなとるほど。すごいですね。でで、も30社送って。で、書き始めてからはどれぐらい、その、何ヶ書き月ぐ始らい？め、どれが、なんか、毎回一章ずつ書くっていうのをしていて、で、だから結構かかってるんじゃないかなと思う。多分6ヶ月ぐらいかかったのかな。
なんか、構成とかあって、まあ、早くやれば3ヶ月ぐらいで本当は書かないといけないと思うんですけど、なんか、あだこでやってたりとかしてたうちにっていうのもあるかもしれないですね。はい。なるほどね。で、昨年の9月に出版と。はい。わかりました。ありがとうございます。でも、やはりね、でも、伝えたいことがあるんですよね。だから、この本以外もね、まだ他に今後も出版も控えてるみたいですし、それって切り口っていうのはなんか、今回のその、この初めて上司のっていうの、これは自分の企画として通したんですかね。はい。あ、そうです。で、企画、全部、ほとんど自分の企画のが通ってる感じだったので、はい。今後出す本のテーマははい。どんなあ、テーマなんですかね。もう一個、今、5月の25日に発売予定なのは、部下を知らない上司のための育成の極意という本になります。なるほど。今月ですね。5月25あ、日。これそうです。そうおめなんででございす。ます。おめあでとりうごがざいとうまごす。ざいます。はい、そうで、です。もう一つあるんでしたっけ？その後に。あ、その後は、もう何も決まってないでです。も5月は25い。日ね。じゃ素晴らはい、しい。はい。やっぱりその上司と部下っていうところの話がやっぱり多いですね。そっちはなんか切り口で、部下の方をちゃんと理解できてるかどうか、現状見れてるかどうかっていう、どちらかというと、アセスメントということに、を切り口にした内容になっています。なるほど、なるほど。はい。やっぱりね、公認心理師もキャリアコンサルタントもあるので、その辺は、ね、社会保険労務士と言いながらも、そういう切り口でしっかり見えてるんですよね、現場をね。なんか、多分全部使って、今回は、変更を心理、環境モデルっていうので、切り口にしてるので、まあ、なるほ健ど。康っていうところなるは、ほど、まあ、公認心理さんのところを使ってるかなと思って、まあ、心理のとこは心理とかで、心理のとこもありますし、キャリアのところもありますなし、るほど、で、環境のところは、社労士の分野の制度とか、就業規則とか、そういうところも、漏らされてるので、比較的今までの経験が統合されてるのかなという印象は持ちます。はい。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。私どもリスクマネジメントの団体なんですけど、やっぱりね、どうしてもこう人生歩んでると、予期せぬね、危機が直面するときあるんですけど、それはちゃんとね、乗り越えたりとか、そういう経験があったからこそね、今のこうね、キャリアというか、今のこう職業というか、今仕事もあるわけなんで、やはり正面から向き合っていく中でね、それがプラスになって、今に生きるってこともあると思うので、非常に示唆に富んだっていうかね、非常にためになるお話が聞けてよかったなと思っております。はい、ありがとうございます。はい。で、一応、私のね、クラウドファンディングと連動企画ということなので、私の著書と、山田さんの著書と、ね、セットで、リターンがありますので、ぜひ、一緒に願っていただければなと、はい、よろ しくお思っ願ていします。ます。あ今日、忙しい中、ありがとうございました。りがとうございました。はい。